今日の心の整体どうでした？あ、すごく面白かったです。ああ、やっぱり堀先生だなと思ったすごくあってすごいところに目がつくなと思います、はい。自分が発した言葉とか相手が発した言葉とかでもやっぱり耳にするだけ口にするだけで、体の歪みっていうのはやっぱり出てきてしまうんだなっていうのがすごくよく分かりました、はい。明日からすごい練習しながら使っていきたいと思います。患者さんにどんどん使っていってください。不思議な先生がって先生がまた変わったって言われます、はい。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。